い、というわけで第8試合マスター黒平とフェザー級、パウロ八木沼選手対山田義弘選手の試合ですね。6分間の試合、はい、さあ下を選択したのはパウロ選手、息引っ込んで、おっと仕掛けが早い、さあそれに、うまく対応して、ディフェンスしているのが山田義弘選手、ホロイムア。そうですね、パウロ選手は、すごいラストガードが得意、はい、ガードが硬い選手で、山田選手はいろいろできる選手なんですけど、クロスグリップパスが得意ですね。で今狙ってるんですけど、山田選手から見て右のサイドのクロスグリップパスが得意で、はい、でまあ、左サイドのクロスグリッパー使う選手は多いんですけど、はい、右はあまりいないので、なるほど、そこら辺どう対処。今八木沼選手が三角入ってますね、はい、パウロ八木沼選手は三角の体勢で、山田選手はパンツをして、そうですね、ディフェンスしてます、はい、まだ浅いですね。八木沼選手は三角こだわるのか、まあ、山田選手が出している足とかにアタック切り替えても良いと思います。なるほど、今膝も入ってそうですね、山田選手の左膝も入りそうですね、はい、さあこの三角のクラッチを切りたい。さあこの辺はお互いが我慢比べといったような形か、結構パウロ選手が三角うまくアジャストしてきてますね、はい、徐々に、ね、仕掛けが入ってきてるのか。さあ改めて立ち上がる、まあ、この辺からそうですね、足をすくってみたいな展開もありますよね。そうですね、さあ徐々にまたタイトに足のフックがかかりつつある、アジャストしてますね。さあ山田選手は、まあ、膝を割り入れたいが、おこだ徐々に徐々に、さあ腕も流される、おかなりタイトに入ってますね。さあ球を抱えてここまで来ると、まあ、すぐ決まるってわけではないんですけど、なかなかエスケープ難しくなってきてますね、はい、さあまだ入りきっていない、うん、そうですね、右足の位置がちょっとまだ低いかもしれないですけど、これだけ頭引かれると山田選手も結構苦しいと思います。さあ一気に抜きたいか、あっとちょっとこれはヤブヘビか。そうですね、今の下がる動きで逆にちょっと深く入ってしまったかもしれないです、ね、入ってしまったかもしれないです。さあ抜け切りました。クロスグリップですね、山田さん、ね、得意な形ですね。で今はまだ距離あるんで、山田選手がどうやって距離詰めていくかですね、はい、まあ、まだポイントは 0-0 なので、山田選手はじっくり、はい、クロスグリップというのはこの相手の同じ側の足袖と襟を持って、ね、左手で対角のそうです、ね、裾を持って、そうです、ね、襟を持ってという形です。さあ一気にいけるか、パウロ選手がガード戻しました。さあハーフ、しかし足一歩抜けるか、ま、で、そうですね、そうですね、パウロ選手は遠いガードに戻したいと思います、ね、はい、山田選手はまたクロスグリップ抜けて、今度かなり近いです ね、 ですね、頭が相手の胸についてかなり有利、まあ、有利な形ですね、はい、足を抜く、まあ、逆サイドみたいなのもありえますね。そうですね、足が今右左足絡まれてるんですけど、 そうですね、それが抜ければ逆サイド飛んだりとか、まあ、頭側から逆サイド行ったりとかも。さあ、お、さあ、かなり詰まってます、ね、かなり詰まってます、ね、サイド取った、パスしましたね、パスしましたね、すごい山田選手得意な形ですね。はい、3ポイント、いやこれは大きい。さあ今度は一転して攻守が入れ替わったような状況か。パウロ選手さっきのでちょっと疲れましたか、ね、そうですね、攻め疲ってもありますよね、はい、メイさんどうですか、まあ、そういうのかね、あの、まあ、はい、惜しい体勢からやっぱりこうどこまで粘るかっていう判断ってなかなか難しいものありますよね。そうですね、でもこれはあの山田選手の得意なパスの形取ってたからね、ガンガン攻めていい、そうですね、いい形ですね。さあ今度一気に2-4ザベリーですね。さあ今外野からも声が飛びましたが、ね、残り1分半。さあこの体勢、パウル選手ね、前半良かったですけど、この体勢をキープされるとなかなか厳しいか、結構苦しい形ですね、はい、
で今は山田選手の右膝がマットから浮くとニオンザベリーの形になりますね、はい、右膝がついているうちはスコア入らないの でパウロ選手は今ラペラ蹴ってお距離作りましたねガード戻せますねこれで戻す左膝入ってガード戻したいですねで山田選手はそれに対して手を足の下から担ぎパスつないでますねそうなるとガードも落とせてもすぐアタックいけないですけど、はい、パウロ選手は左足スパイダーで距離作ってますね。上手いですね。さあお互いこれは自分の得意な体勢に持ってきたところ。さあ担ぎもいいですね。入ります。パウロ選手はまず距離作ってガード戻さないとですね。時間がないですね。山田、そうですね。山田選手は、まあ、担ぎでちょっと時間使ってるのかもしれないですね。残り30秒なので。さあパウロ選手これ一発入れたいところだが、お三角また入りました。おかなりタイトだぞ山田選手は中入ってディフェンス体制も体入れたいですねここまで来るとこれはワンチャンあるかさあ重プラットの体勢さあ戻してお三角戻しましたねおちらっとセコンドを見たかお思わずおたけびを上げたお見事パス3ポイント一発で山田選手勝利ですねこれはそうですね山田選手得意の形でしたね。そこまで持っていく力がすごい良かったですね。はい。メイさんどうでしたか今の試合？ね最初決まるかなと思ったんですけどね、はい、三角やっぱ巧みなディフェンス で、まあ、よく我慢したというところもありますかね。はい。小柳さんどうでしたか今の試合は？そうですねやっぱパウド選手のガード上手かったんですけど。山田先生が三角戻して今そこからクロスグリップのアタックが良かったですね1回入って戻されてもすぐまたクロスグリップ入って、はいでね、で自分の得意なサイドからガンガン行って、まあ、それで、まあ、ちょっとパウロ選手がちょっと対処しきれなかった感じかな、はい、大谷さんねあのおっしゃった通り得意な形ねクロスグリップパス、ねね、しかも普通の人とこう逆のサイドで来るんで、まあ、それが結構きつかったのかなというふうに思いますねああ見事ですね。本日もありがとうございました。なんとかパウロ選手、くじめ、決めなくなったんですけども、一応、思想を持っていたので、なんとか返すことができました。で、今回にあたって、練習に一緒に、参加して協力してくださった、プログラムのメンバーの方、あとアソシエーションで、いつも日曜日に汗をかいている、フィールド&リングス旧事業チームの方、あとチームですね。であと11月から、お世話になったカルベゲーム、いろんな選手の方々、ありがとうございます。で今回出演いただきました、リソン・カール先生、ありがとうございます。また、アート2がありましたらまたぜひお声掛けいただければ幸いです。でこの後メインで、いつも練習させていただいている石黒選手の方が出場しますのでぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします。で本日向井君。それでは本日どうもありがとうございました。